まあバースデー、キープオンヒマワリングっていう曲なんで、キープオンヒマワリングってなんかおかしいですね。キープオン ING で何々し続けるっていう意味ですけど、ヒマワリはひまわり、あの英語じゃないんでイングつけるとおかしいとは思うんですけど、ひまわりっていうと太陽を見てるので、こう自分が太陽に憧れて そっちをばっかり見てるという、あの向上心の象徴じゃないかと思いまして、ずっと自分も何かに憧れてこうあの向上していきたいという意味合いを持っております。はい、ありがとうございました。